皆さんこんばんは。私、レイディ・リバティ香港の代表、アレク・リーと申します。こうして多くの方々が香港に関心を寄せ、この映画を見ていただくことが心から感謝しています。今現在、多くの香港の活動家が香港に勤務所に収監されて、香港からのニュースを海外に届くことがますます難しくなっています。実際は昨日、香港の裁判所でスタートニュースであるのネットメディアの編集長が2人に対し、扇動的な出版物の発行で有罪判決を下しました。これが香港変革以来、メディア関係者が扇動罪で有罪となって初めてのケースです。だからこそ、このドキュメンタリーが日本に上映されて、香港の現状が多くの人方が知っていただく大きな機会です。日本の皆さん、この映画に投じて香港の現実を伝えることがとても嬉しいです。さて、今日特別の2人のゲストが紹介させていただきます。まずはこの映画の監督であるトゥインクル・アンさんが、ロンドンからこのプレミアにためにわざわざ日本に来て、実は今朝の7時から東京に着く14時間のフライトに経由、もう一度も休憩しなすここに行って大変だったのジェニーなんです。じゃあ、アンさん、観客がちょっと挨拶していただきますか。Hello， 大家好，我是因為外商革命的導演顏志昇，咁啊，今日好高興，心情好複雜嘅，但係都可以見到大家喺日本嚟到呢度非常之難得，因為我十年之前係嚟過日本去玩啦，係去迪士尼，去富士 Q Highland， 但係今日係啦，十年前係一個遊客揸嘅特區護照，今日係。一個難民身份，係邊個難民身份嚟到呢度同大家見帶住個作品嚟？映画の監督のセイク・ウシンです。お会いできて非常に嬉しく思います。というつつも、非常に複雑な気持ちでもあります。10年前、私がこの前日本に来たのは10年前で、当時はまだ香港のパスポートを使って観光客をしてきました。富士急ハイランドとかディズニーとかいろいろ遊んでたんですけども、今日はイギリスの政治難民で、日本に来て、こういう上映会をやっています。非常に複雑な気持ちですが、関心持っていただいて非常に嬉しく思います。次に映画にも出演された衆議院議員の牟田俊介先生も紹介させていただきます。牟田先生は今年6月に開催された日本香港民主主義サミットの記者会に発見され、香港の人権状態を非常に関心を持ち、今日のトークショーも松本から参加させていただきます。大変ありがたいと思います。牟田先生、東京の観客にご挨拶いただけますか。はい、聞こえますでしょうか。はい、聞こえています。はい、長野県の松本安住の地域の代表する国会議員の牟田俊介と申します。香港の問題はですね、決して遠いところの問題ではないというふうに思ってます。もともと日本は先の大戦において中国大陸に進出して彼の地に迷惑をかけたという負い目がありました。それもあって中国に対して戦後 ODA を中心に支援をしたと。そして経済が発展すれば中国も民主的な国に変貌するのではないかという期待があったわけですが、2019年以来の香港のに対する一国二制度を踏みにじるような対応を身につけ、日本の認識が非常に甘かったのではないかという、そういう反省もあります。その上で今回この映画を私も見させていただきましたが、こんなにひどいことが
行われていたのかということを初めて見たような気がします。残念ながら日本のマスコミではこういった香港で起きた事象が詳細に放映されることはありません。それがなぜそうなっているのか、それは日本国内の事情もあろうかというふうに思います。このような映像を通じて日本の国民に訴えるような機会が増えれば増えるほど問題意識が高まり、香港の民主化、そして中国の独裁政権の在り方に対する問題提起が行われる、そして国際世論が盛り上がっていく、このことを国会議員としてもしっかり支援していきたい、そのことを申し上げてご挨拶とさせていただきます。村井先生、村井先生ありがとうございます。実際は私は村井先生に質問がございます。まず日本人としてなぜこの状態に関心を持っているのか、なぜ香港のことが気にかけているのか、これが日本によってどのような影響を与えるのを考えていますか。次は日本の人々に世界のできたことや不正にもっと関心を持ってために何が必要だと思いますか。はい、日本の国民はですね、非常に中国に対しては、負い目があるもんですからね、あんまり正しいことを正しい形で言ってはいけないという、そういう雰囲気がこれまではありました。しかし、もともと日本が中国をここまで、経済的な力を与えたのは日本の力が相当あったと思います。そういう意味では、今の状況に対して日本は相当責任があると思います。そして、中国の香港に対する対応を放置することは、これがひいては台湾に対する問題、それから外国にいる中国人の皆様に対する中国共産党の姿勢にも現れる、それを相当程度国家として警戒してみていかないといけない、そのように思います。ただ残念ながらその共有、その情報の共有がしっかりされていない、それを我々は懸念しなければいけないというふうに思います。ちょうど110年以上前でしょうか、辛亥革命が中国で起きたときに、多くの中国人の有識者が日本に亡命してました。そのときに日本は実は、民間あるいは政治の世界にいる人が相当支援した、そういう経緯もありました。今香港から53万人もの皆様が海外に亡命されている、移住されている、そして多くの民主的な人たちが海外に逃れている、その多くは東京に来ているというふうに聞いています。そういう人たちとの意見交換を我々ももっともっと積極的にしなければいけない、そう思います。今回の映像の提供がですね、そのきっかけにつながる、そんなことも期待しています。もっともっと関心を持つために我々がしなければいけないことをしっかり見据えていきたいと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは森大先生は監督にもメッセージをいただきますか。監督にメッセージをいただきますか。はい、どうぞ。監督ここにいるなので、監督へメッセージをいただきます。あ、私が、はい、わかりました。このような映画をお作りになってですね、監督は、中国共産党からいろんなプレッシャーを受けていると思うんですが、身の危険を感じるようなことってありますでしょうか。本当に多謝問題と關心、質問とご心配ありがとうございます。在
最近幾次我在英國的一些活動啦，一些公務活動，其實都有會感覺到有連續四次都會有差不多同一個奇怪的人去出現啦，同我接觸啦。咁我自己會都會小心，但係放映係唔會停，因為只要仲有一個觀眾仲想睇，咁我都會令到想睇嘅人有得睇，亦好緊要。ここ最近4回イギリスでのイベントで同じ変な人に接触されてて、それは心配していますが、それでも今後でも上映は続いていきます。一人でも見てくれるという方がいらっしゃれば、決して上映することは諦めません。ありがとうございます。これから客席の皆さんから問題を聞きたいと思います。ぜひ皆さんご参加してください。問題がある方がぜひ手を挙げてください。問題ある方、質問がある方、ぜひ手を挙げてください。はい、どうぞ。大変なんていうか心胸が詰まるような映画だったんですけれども、でも本当に2019年の最後の方ってあんなにこうなんていうか民主化を求める人たちがもう命を懸けて、まあ、特に若い人たちが活動してたんだなと思って、今までも他の映画でも見ては来てたんですけども、今回は本当にそれがこうギュッと凝縮された形で民主化運動をする方々の行動を見せていただきありがとうございました。それでやはり今現在香港に住んでる方々の状況っていうのが日本のこうニュースとかで全然報道されないんですね。それで皆様で特に心の中でやはり民主化をいつかまたこうなんていうか実現しようと思っている方もいらっしゃるとは思うんですけれども、いろいろその今の生活厳しいかなと思うんですが、今こう民主化を求めていた人たちで香港に残った人たちはどんな生活をされていらっしゃるのか、もしお分かりでしたら教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。非常感謝你咁你嘅電影啊！呢個睇完之後雖然冇收穫，但係係非常之好地描寫咗2019年大家點樣參加呢個運動。佢想問嘅問題就係、喺依家依然喺香港嘅之前參加過活動嘅人，喺依家係過呢個點樣嘅生活咧？所以佢哋內心裏邊係咪依然仲有追求民主化嘅呢個諗法？如果有嘅話，佢哋係點樣有辦法一邊嚟生活一邊去保持自己嘅呢啲信念咧？OK， 首先好多謝你嘅問題，好多謝你關心我哋香港同香港人站在，多謝你。我想引用一個例子去講嗰個關於香港嘅近況。我曾經喺一次嘅 Q&A 嗰度收到一條問題，喺海外放映收到一條問題，佢係一個exchange 嘅一個學生，佢呢條問題就問我啊導演。他說跟他同齡的學生這些年輕人都不再在香港可以講到這些社會事件、社會問題了。他問我因為他們不夠膽講、不想講，只是追求過半，那我還可以怎樣去找這些同伴呢？那我是很難過，即係佢要用一個交換生去到海外先至可以揾到所謂嘅志同道合，因為香港已經唔能夠冇辦法再講，因為有呢個白色恐怖，因為有真真實實嘅，已經冇辦法再講。但係我會同佢講係好難嘅，有啲説話可能真係要
擺心裏邊，但係最緊要係保持善良。ご質問ありがとうございます。そして香港への、ご関心本当にありがたく思っております。その質問に対して一つのエピソードが思い浮かんだので、それを紹介したいと思います。海外での上映会で、とある香港からの高顔留学生がそういう問題をいただきました。彼は監督、私は香港にいるときに同じ世代の周りの若者どうかを政治的な話をすることができなくなっていると。彼らは政治的な話をすると怖がって、もう本当にそういう話するのを拒絶しています。その中で私はどうやって政治的な話題について議論できる仲間を探せばいいのかという質問をもらいました。その質問を聞いて監督は非常に悲しく思います。返事に困ったんですが、というのも、香港でそういう周りの人に対してそういう政治的なことを発言することはとっても怖いと感じさせるような、ホワイトテロ的な状況に置かれているんです。その中で確かにいろんなことは言っちゃいけない状況ではありますけれども、ここの中奥底の中隠して、かつ、日々善良に生きないといけないと思ってます。よろしいでしょうか。はい、他の質問ある方、ぜひ。とても衝撃を受けて見させていただきました。国会議員のモニターの国会議員の方にお聞きしたいんですけど、僕らこれだけのなんていうんですかね。ことが香港で行われてたということをニュースでほとんど知ることがなかったんですけど、その辺のなんかメディアがこういうことをなんか日本に伝えることが少なかったなかったのか少なかったのかっていうのがどうしてなのかということをちょっと知りたいんですけれども、お願いいたします。武田先生、ご質問にお答えいただけないでしょうか。聞こえてましたが、先ほどの質問ちょっとね、聞きづらかったですね。すみません、もう一回お願いしてよろしいでしょうか。関係者から武田先生に質問がありましたので。聞こえますかね。先生、聞こえますか。はい、聞こえます。日本でのこの香港での活動が日本であまり報道されなかったというのはどういう点が考えられますでしょうか。はい、それはですね、日本のマスコミは中国におけるマスコミの活動に関して、例えば支局を設置するのに中国共産党の許可がいるんです。中国意に反する、中国政府の意に反する報道をするとマスコミの北京支局の設置が取り消されます。現に日本の一部のマスコミの支局が取り消されているんで、そうなると仕事にならないんで、中国の意に反する報道はできるだけしないようにしようとせざるを得ない、そんな状況があります。以上です。ありがとうございます。いかがでしょうか。じゃあ他の質問ある方いらっしゃいましょうか。はい、どうぞ。一応中国語を話します。ちょっと聞いたんですけど、なんか2019年参与香港的集会以及拍摄这个纪录片，我想问就是您对香港的感情有发生了哪些变化，因为已经过了五年，这段时间是否让你对香港这个城市有了新的认识。
この質問を一回日本語に翻訳してます、通訳しますね。2019年に、そういう撮影されてから5年経ちましたと。踏まえた香港への思いの変化はいかがなるものなんでしょうか。いや、好 ，OK， 谢谢你的问题。我是啊，我是马友仁。对啊、因为我是福建出生的，我一岁就过去香港，然后一直住了就三十几年，然后到2019年之后，就一直在拍一些做了这个作品，然后去了英国。其实我一直都觉得自己就是香港人了，这个感情这个。但是到现在我在英国，我每天第一时间起床的就是看的就是香港的新闻。但是我不会看香港的报纸，香港的电视 TVB， 因为他们都是大陆的媒体，差不多讲的都是同一个说法。我们香港人习惯，无论你是住在香港还是在海外的香港人，我们看的都改变了，就是看的那种YouTube 上面的评论员啊什么的。因为现在没有媒体值得我们去幸运，但是我们作为一个离散在海外的香港人，我自己觉得跟还在香港里面的朋友，其实有一种慢慢的还其中有一种距离，我觉得有一种不了解，但是我相信我们可以互相多多了解，把这个距离再拉近一点。まあ、私は中国大陸で生まれて1歳の時に香港に来て30いくつまで香港に来てます。ずっと香港人としてのアイデンティティを持っていました。今はイギリスに行きましたけれども、毎日朝起きたら必ず香港の新聞を読んでいます、ニュースを見ていますけれども、決して香港のそういう新聞紙とかマスメディアではなく、YouTube のコメンテーターなどのそういうようなツールを通じて香港のニュースをやっています。というのも、中香港のメディアもほとんど親中派で、政府と同じことしか言わないので、信用に値したいと思っています。その中で見るのは、やっぱそういう YouTube だとか他のものですけれども、まあ、毎日香港のニュースを見てあっても、どんどん香港の中の人、香港その都市にとの距離が、深まっているような気がします。けれども、その中でどうやって、双方の理解を深めてその距離を回っていけばいいのかというのを、今ずっと考えています。我再补充一句，就是很简单一个例子，就是说像我们有一些朋友在群组里面就分享英国的活动，美国的活动，加拿大的活动，但是香港那边的就很就不希望你去分享给他们，他们会觉得你在影响我，我还在香港啊，对不对？你分享这些，我不能参与，我也会有风险。同一时间，就我们过去一起出去在街头上去争取民主自由的朋友，那些现在有一部分就去那个深圳，去中国大陆去三五超市去消费。但是没办法，没钱嘛，经济问题嘛，这个我都理解，他们要娱乐什么的，但是我觉得是有一定的就是断层，慢慢的有一种距离这样子。例を申し上げますと、例えばいつも SNS のグループでイギリスやカナダでそういうイベントの資料、そういうような資料を上げてるんですけども、そういう時は必ず香港のにいる友達からそういうニュースを私たちの方に流さないでほしいと。我々は、まだ香港にいます。
そういう活動に参加できないし、もしかしたらもう危ない目に遭うかもしれないので、そういう宣伝やめてほしいと言っています。一方、私たち外に出て行った身として、なぜ一緒に民主主義を求めるために一緒にデモ活動に出かけた人が、今そんなに頻繁に中国大陸のでに行って、そこのスーパーマーケットとかショッピングモールに行って消費したりとか遊んだりしてるのがよくわかんないんです。まあ、香港にはすごい景気が悪いので、お金がない中で娯楽するのは、やっぱ中国行くのはまあわかる話ですけれども、やっぱなんかちょっと納得いかないような感じがあります。そこでどんどんギャップができてるんではないかと思っています。ありがとうございます。もう一つの、もうなしですか、はい、いかがでしょうか。はい、あ、すみません、じゃあもう一つで、はい、いいですか。ダメですか。はい、全てやめます。はい、すみません、申し訳ありません。はい、これで以上になります。これから3回が開催して、外に左のところだけはサイン会の、ぜひ皆さんも参加してください。ありがとうございます。また、ショップが立ち寄りください。香港民主運動に関してイラスト、また写真撮、または今回のドキュメンタリーのパンフレットも販売しております。売り上げが全ては、うちレディ・リプリ香港の寄付として使用させていただきます。皆さんのご協力いただきます。ありがとうございます。もし本谷さんから何かメッセージがございましたら、最後に伺いますでしょうか。大丈夫ですか。大丈夫です。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか、森田さん。はい、じゃあまた、もし監督から何かメッセージがございましたら、最後にお伺いできますでしょうか。思いがある。我自己覺得是今天是有機會來到日本，將個作品帶過來是非常難得，對我個人來說是意義很重大，因為我會第一次是可以跟日本酷的朋友去一起欣賞一個作品。我自己都見到今天是有阿龐伯君，剛才大家聽到那聲的他呢，是也都來一起跟大家欣賞一個作品，非常之難得。例如都是我有朋友在日本，就是去香港的，咁亦都會嚟睇，因為我已經回唔到香港，咁佢過兩日又會嚟睇，咁所有加埋埋都對我嚟講好意義重大，係咁，好似係一個重聚咁樣樣。今日この映画を日本に持ってこれたのは非常に、まあ、嬉しく思いますし、私個人としても非常に重要なもの、重大なものだと思っています。というのも、そうやって、まあ、日本の皆様に、映画をお送りすることができるのは、まあ、非常に嬉しく思います。と思い、日本のクルーの人たちと一緒に映画を見ることができる と、香港から来た友達ともこれから来る予定なので、そうやって香港ではこの映画を放送できない、上映できない中、日本で一緒に香港の試合で友達と見れるのは非常に個人としては大事なものだなと思っています。非常にありがたく存じ上げます。どうもありがとうございました。政治の世界でもしっかり支援していきますので、皆様もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。